皆様こんにちは、テーテーです。今回の動画の内容はですね、同じフィールドでどのようにですね、攻めていって数をね釣っていったのかというのをですね、見ていただきたいと思います。数を釣ったって言っても、そこまで数は釣ってないんですが、調光時間はですね、だいたい1時間ぐらいの調光なんですよね。でそれでですね、どう攻めていったのかというのをですね、見ていただきたいと思います。どうかご視聴のほどよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、テテです。今日はですね、先に先行者の方が3名いらっしゃったので、多分もういい方はですね、ある程度抜かれてると思うんで、でイカも結構すれ気味だと思うんでですね、シャローのイギでですね、ゆっくり沈めてゆっくりしたアクションで手前で食わせようと思っておりますので、まずはですね、動画のご視聴のほどよろしくお願いいたします。どこに投げようかな。まずは手前に投げてみようか。まずは手前に投げて、一応手前から投げてボトムに沈んだら軽いアクションを入れて、フルキャストして、ラインステンションをですね、そこまで張らずにですね、ラインスラックの、スラック分だけはですね、フリーで落としているような感じです。もう潮はほとんどって全く動いてないですね。触ったですね。
今風がですね、画面右から左に向かってですね横風で流れていっております。潮もですね、左側にですね少し当て潮気味で、流れておりますね。さっきですねファーストキャストは違う方向に投げたんですけど、ポール中に1回持っていったんですよね。でその後乗れなかったので多分ちょっとすれ気味だと思います。まあ、散々皆さんが打たれた後に入ってるからですね、すれたイカをですねちょっと攻略していこうと思っております。今日はよし、いい方。硬い感じですね。水が抜けた場合は一回ですねこうやって水を入れてあげるんですよね。水を入れてあげてから